こんにちは、マウナスタッフのゆっかです。はい、お久しぶりです。タンサーフ2022年新作続々入荷しているので、今日は早速この作品を紹介していきたいと思います。今日ご紹介するのはこちら、じゃん、グッドオールドデイズです。はい、ということでご紹介していきたいと思います。この作品は1940年代後期にオーフガーメント社が手掛けた作品です。このブランドは1924年創業当初から日系移民を含むプランテーションワーカーたちの身を守る鎧ともいえるパラカや、ハワイアンワークなどを数多く手掛けていたブランドです。1930年代に入るとハワイの観光客増加に伴ってアロハシャツの生産にも力を注ぐようになります。2017年にサンサーフより復刻されたターンジュールドゴールもオアフガーメント社の作品で、歴史的に大変重みのある作品も手掛けています。今回ご紹介しているグッドオールドデイズも1940年代の作品でありながら、1890年代のハワイの情景が描かれた歴史の教科書のような作品だと思います。このモチーフの舞台になっている1890年代はハワイにとってすごく激動な時代で、1894年にはハワイ共和国誕生とともにハワイ王朝が終焉を迎えました。そして1898年にはアメリカによって併合されて準州となりました。その後1959年にアメリカの50番目の州になりました。今私たちが知るリゾート地としてのハワイはこの作品のモチーフとなっている1890年代から始まったと言っても過言ではないと思います。この時代は特に悲しいお話があったり、政治の話が強く絡んできたりして、だいぶ脱線してしまうので、今回の作品は何と言ってもグッドオールドデイズなので、はい、明るくデザインの話をしていきたいと思います。まずはね、目を引くのが作品の題名にもなっているウエスタン調のフォントで描かれたグッドオールドデイズの文字ですね。よく見るとホノルルイングッドオールドデイズになってます。古き良き時代のホノルルを描いた作品だということがわかります。その周りに当時の様子がうかがえるノスタルジックなモチーフが散りばめられています。ハワイとサンフランシスコを行き来して物資や旅行客を運んでいたと思われる船も19世紀に活躍した帆船が描かれていたり、こちらもすごい印象的なオアフレールウェイは当時オアフ島を半周するほどの範囲で運行していて、砂糖やパイナップル、そして人々を運ぶオアフ島の足でした。ちなみにこのオアフ鉄道の建設には日本人や日系人も多く従事していました。他にも製糖工場や小島、乗り合い馬車、ホロクを着たレイセラーらしき女性やハワイアンシャツらしくフラガールやウクレレなどふんだんにかつセンスよく描かれています。大変重みのある歴史の1ページのような作品でありながら、南国の楽園として確立していた1940年代の観光客たちも魅了するギフトとしてのアロハシャツの役目もしっかりと果たされた、ハワイの歴史の重みと華やかさが調和されたとても素晴らしい作品だと思います。はい、ということでお色紹介していきたいと思います。このグッドオールドデイズも3色展開でご用意しております。まずは、はい、ずっと手に持っていたイエローと、はい、このコントラストの美しいネイビーと、はい、本当に夏空の下にぴったりのレッドの3色です。はい、それでは、はい、恒例のごとく男性スタッフの和樹さんに来てきてもらいました。よろしくお願いします。はい、それではいつものようにお願いします。はい、はい、165cm、64kg ぐらいで S サイズを着用しております。サイズ感なんですけども、いつもの S サイズに比べると若干大きいかなって思うんですけど、あのサイズダウンしてお選びいただく必要はない程度なので、普段着ていただいているサイズを着ていただければ多分着れるかなと思います。ありがとうございます。はい、はい、
そしてこのグッドオールドデイズはなんと長袖もございますので、そちらも着てきてもらいましょう。お願いします。はい、長袖に着替えてきてもらいました、はい、ロングスリーブになるだけでだいぶ印象が変わりますね。そうですね、このデザインがちょっとノスタルジックというかクラシックな感じなので、よりそれが強まるというか、また全然違う雰囲気でも楽しんでいただけるかと思います。はい、ショートスリーブとロングスリーブでサイズ感どうですか？サイズ感差は特にないですね。半袖同様、ね、普段選んでいただいているサイズを選んでいただければ間違いないかなって思いますね。特にあの長袖だと大きいとかそういうこともなく、ありがとうございます。はい、こんなのを見てました。はい、それでは今回も和樹さん、はい、ありがとうございました、はい、すみません、ありがとうございました、はい、ちょっと分かりやすいように一周回って退場していただいてよろしいですか？はい、こんな感じのサイズ感でございます。はい、はい、それでは、はい、ありがとうございました。64kgです。ありがとうございました。はい、それでは今回は以上です。まだまだ新作たくさんあるので、どんどんご紹介できたらと思います。また会いましょう。バイバイ。